大丈夫です。それでは皆さん準備の方はよろしいでしょうか。では大丈夫です。あそこは誰も行ったことなかったんですね。あっちの方はもう本当に東京とも外れですね。ですからあっちの方は隅田というんです。お分かりになりました。でもね、あれができたおかげですごい時がわーっと上がっちゃったのね。ですからあの辺は押し上げっていうんですよ。であの辺はもうすごい時がガーンと、そういうことなんで高騰地区というんです。以上でございます。嬉しいです。こういう時しか皆さんにお目にかかることができません。朝上すぐでございます。どうぞ一つありがとうございます。頑張っております。こいつははるかの演技を言うわ。よろしくどうぞ。あ、そこにいたのか。国立学院の皆さん、一言お願いいたします。いや、よく任せていただきました。どうぞお家にお持ち帰りになって、ご家族の皆さんと一緒に楽しくお召し上がりになってください。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ジグザグジギさん、お願いいたします。皆さん、ジグザグジギの宮沢です。どうもこんにちは。私はですね、生まれも育ちもこの浅草でして、今もこの浅草に住んでおります。そちら出て琴戸通りを右に行きまして、馬道の交差点を1個先に行きまして、一つ目の信号の先、ここが私の自宅です。皆さんよかったら遊びに来てください。本日はどうもありがとうございました。ジグザグジギの池田です。宮沢君の相方ということだけでこの場に立たさせていただいているのをすごく光栄に思います。本日ありがとうございました。では須藤さん、お願いいたします。東京の銭湯代表としてやってまいりました。風呂枠蔵と申します。私はいつだって銭湯モードです。どうも風呂枠蔵でした。皆様本当にお寒い中ありがとうございました。ご苦労様です。このですね、浅草寺のお膝元のそこの奥山、お前妻通りの木馬亭というところで、毎月、公演をさせていただいてます。もう17年になりますが、浅草21世紀の大神公演です。これはもうですね、浅草の笑いを届けたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。そして続いて私のですね、相方の目立ち健一さんがですね、おめでたい顔真似をやっています。まずはスターウォーズのあの伝説のヨーダ。ありがとうございました。
どうも、落語家の三遊亭若円花です。皆さん、大いに笑ってください。これから一番大切なのは元気と現金です。体を大事にしてください。うちの親戚のおじさん腰が悪かったんですね。それなのに正月孫が来たんで抱っこして高い高いと言った途端に他界したんです。気をつけてください。寒いですね。シンポン水谷愛子でございます。って名前はこの浅草の浅草寺のおねぎからいただきました。ですから私の生まれ故郷といつも思っています。新派どんどん少なくなっていく日本を残しているお芝居です。6月三越劇場です。どうぞ見に来てください。6月もあったらだいぶ先ですけども、3月4月は藤山直美さんと一緒にかぐや姫の、私がお母さんでお月様の役だそうです。どうぞよろしくお願いいたします。大丈夫だよ。あんまり寒いので相方に変わります。いや申し訳ございません。私たち去年いい夫婦なんとか大賞というのをいただきまして、私たちよりももっと、ふさわしい方がたくさんいらっしゃるように思います。豆に乗せて、気持ちをお伝えしました。私本物の、今年年女でございます。還暦でございます。はい、もし気持ちが分け与えられていましたら、幸いです。失礼しました。あ、どうも皆さんご安心ください。先ほど宇都宮稽古所無事帰られましたので、はい、極寒の前巻きをで乗り越えたということで、はい。いや豆といえば最近は大韓航空の副社長が大変なことになってますけどもね。あの人は本当に危ないですよね。もしかしたら飛行機飛んでる最中に降りろって言うかもしれないですよ。これが本当の落下性ってね。うまい。めっちです。知れないよ。あ、すいません。なんで先にやるんだよ。ということでね、じゃあ一発でいっときますよ。整いました。豆まきとをかけまして、兄貴が全裸で家を出ると解きます。その頃だ。お兄は外、服は内。めっちです。ありがとうございます。